サカツク04、始まります。一時代を築いたベテランたちが、次々と抜けているという我がクラブですが、世代交代がうまくいっているので、さらなるパワーアップをしているという状況です。32年目、このシリーズもだいぶ佳境に来ています。まず、スポンサー契約は、約24億。テレビ局は35億なので、まだまだ高収入な状態です。契約更改が必要な選手は3人。阿部勇樹、佐藤幸彦、秋田豊の3人でしたが、佐藤、秋田の2人とだけ契約を延長しています。スカウトはいたのが契約切れ、小野伸二を取ったので、入れ替えます。しかし、いい人がいないので無料のスカウトに。運営計画は、観戦料を500円値下げ、広告費を爆上げしても、正直あまり旨味を感じてません。キャプテンはリッカートを指名し、いつものドーハ。はい、お仕事おしまいです。次は新人自由獲得。たまに紛れている J リーガーがいるか、それだけのために見ます。ディフェンダーの手島がそれに当たりますが、緊急性がないのでスルー、ということで収穫ゼロです。若手も結構いるので、無理にガツガツ獲得する必要はないですが、いたら欲しい、ということで転生確認です。まあ新しい人がいないかなと思ったところで、ジュビロに服部さんが再び転生、これは、まあ、最終回も近いし、育てきる前に終わるだろうけど、取るよねー。守備的ミッドフィルダーとしては溢れ気味なので、そこまで欲しくないですが、左サイドバックとしてならすごく欲しい。ちゃんと若手もいるという中で終わらせるためにも取ります。どちらかというとフォワードの若手が少なめなんですよね。ただ、森島などを前に出せるので、緊急性もないんですけども。一方バウアーが全然出てこない。新人探索などもしていますが、行方不明のままです。今回は服部さんのみ交渉、あっさり取れそうですが、補正が入り、世界トップクラスになるでしょうし、乗り気じゃない雰囲気を出しつつ、最高の補強にはなる見込みです。そんな服部さん、再交渉もなく、一発 OK です。補正はこんな感じです。左サイド寄りのユーティリティプレイヤーとして、最強レベルの選手になっちゃいます。そして6億近くの出費で契約成立、補正のおかげで100億レベルの価値があるので、お得です。その後2月、モンテビデオから市川が帰国し、入れ替わりで小野伸二をモンテビデオに送ります。開幕前までの動きはこんな感じでした。大きな動きはなく、お帰り服部くん、というくらいです。主力に関しては、ズキャナンがいなくなり、センターバックは、リッカーと、マリウスの超贅沢な布陣となりました。その後4月、エディット選手の息子がいよいよ中3に、卒業したらユースに入るというメールが来ました。ということはいよいよ来年か。数日後、森島が帰国し、藤田俊也が能力爆発、いきなりだったので、しっかり録画できず、入れ替わりで服部をモンテビデオに送り、ファーストステージが終了、久しぶりの全勝で終えました。時は一気に過ぎ10月、久保達彦が転生、ここは獲得に動きました。そのドラゴン、移籍金を積み交渉成功します。その祝いの水着を挟みつつ、水着姿で久保の入団交渉の電話を応対、何のプレイですか、これ。さて、久保さんですが、ポジション適性も上がり次世代のエースストライカーとして、補正が加わっています。そして12億ほどの出費で獲得します。その後セカンドステージが終了、今回は割と安泰なシーズンでした。
というあまり見どころもないシーズンでした。サカツクあるあるだから、いいんだ、序盤が一番動きがあるものですし。育成の動きは活発なんですけどね、ソガハタが再び主力組に入っていたりしますし。では、見ていきます。ソガハタは伸びてますね。エディット選手の息子が出てくるまで使い続けます。マリウスは伸びていますが確認できず。リッカートはシステム以外、目いっぱいになっています。伸びてほしい津波さん、少し伸びただけでした。右サイドの山田、しばらく安泰です。中田浩二はフィジカルが成長、いい形です。明神はオフェンス以外は高レベル、もう少し伸びてほしいです。グラーフは伸びていますが、確認できません。しかし伸びています。奥大輔は少し成長、いい感じです。グラーフがいなくてもいいくらいに成長してほしいです。カズは頭打ち？成長しませんでした。柳沢、カズよりいいので、こちらが序列が上です。役目を終えた沢、あとはどこかのタイミングで退団する予定です。こちらも役目を終えそうなエディット選手、来年息子がやってきます。いい成長ですが、もっともっと伸びないといけない秋田さん。期待しています。留学から帰国した市川、2回目の留学はしなくていいかな。少し伸びた佐藤、来年は神の領域に到達しそうです。大きく伸びた藤田、デュキャナンクラスになる勢いです。森島も大きな成長です。しかし若いのでまだまだ足りません。第二次成長期には行った川本、とはいえ、グラフ的にはキープです。そしてドラゴン久保、育つ前に最終回を迎えそうですが、期待の若手です。そんな一年でした。ようやくエディット選手の息子を迎えるところまで来ました。クラブの状態は課題があまりなく、このデータでやることはグラフの育成と、エディット選手の息子がどんな感じなのかを目的でしたが、それももうすぐ答えが出る、ということは新たなシリーズに向かえそうです。あと何年かな？グラフが完成してきたし、ということはエディット選手の息子次第になりそうです。今回はここで終了します。いよいよやつがやってきます。ご視聴ありがとうございました。